べました。お腹いっぱいです。お腹いっぱいになった。前半はあやかちゃんは38、はい、つごばで、私が44、後半はまあ前半回ってみて、今日のなんか課題とか、うん、なんかありますか。今日は私自身がすごい久々のラウンドだったので、もう淡々とフェアウェイキープ率を上げて、でもパンオン率も高めようかなと思いながらやってました、うんうん、さっきランチの時に話してたら、ポン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 ってすぐ70代出たんじゃないって言ってたのが超びっくりして、うん、私の中で勝手なイメージだけど、うん、ゴルフ2年目ぐらいでもう70代出てみたいな、勝手にそういうイメージだったから、へえそうなんだと思って、だからそれを変えたのがピンに寄せるんじゃなくて、うん、パーオンを目指す、うん、セカンドで。そうですね、パーオン上げなきゃまずバーディーチャンスもパーも取れないので、うんうん、やっぱりパーオンすることでパーが確実に取れやすくなって、そこでラッキーがあってバーディーが取れるっていうイメージになってから結構スコアが出るようになったので、うん、とりあえずパーオン狙える位置につけられるようにドライバーをまず練習して、でドライバーでフェアウェイキープ率が高められたら、うん、アイアンでそのグリーンを狙えるように、うん、でその先にやっぱり寄ってく寄ってかないは調子があるので、みんなピンばっか見ちゃうから、そうなんですよ、ピン見るとやっぱりどっちかにそれてっちゃうから、どっちかにそれるボールしか打たなかったらミスってだいぶ減ると思うんですよ、うん、右打とうと思って左打つのが一番のミスだから、うん、だったらもう右に乗せればいいやくらいです。そう、ね、軽い思いでやってった方がパーオン率も上がると思います。はい、そうやって頑張ります後半はでは後半に参りたいと思います。あのさ、ドローヒッターじゃん、右に構えるの嫌じゃない？は、結構コースによってなんですけど、このコースは結構右に立った方が広く使えるんですよ。ここ右 OB 浅いじゃないですか、まあまあね、左はもう木がすごくかかってる、ね、そうなんですよ、左に立つとどうしても OB が広く見えちゃうんですよ、うん、OB のドローが、うん、だったらこっちに立って左がなるべく見える方に構えてあげられれば広い視野ができるので、うん、結構ティーグラウンド決めますね、うん、左ドック、右ドック、あとドローヒッターだからこっちに構えるイメージなんだよね、こういうボール打つからって。そうです、やっぱり突き抜けちゃうんですよ、3番ウッドでも。なるほどね、だったら左がよく見える右のティーグラウンドの方がいいかなと。後半もお願いします。お願いします。お願いします。ナイス、軽々、ナイス、フェアウェイ、お願いします。あー、まずい、早く落ちろ。大丈夫だね。はい。これは130弱、うん、あのバンカーの上行くの？そうですね。右から行く？左から？いや、私は左から行きます。うん、左から、うん、左からかな。結構グリーン左もありますよね、ピンより。あります、うん、だったらレイクとピンの間くらいから怖い。いい音するね、乾いた。ナイスもうなんかもう声が出ない。私も空に見える。そうですね、空に見える。スライスにしか見えない。来てない。ナイストライ。はい、ナイスパー。返しも完璧よありがとうございます。
あーすげー、もうすごいしか言えないもんな。でしょ。ありがとうございます。あやかちゃんのスイング見てると、はい、このボール打ちに行こうとか、はい、ないよね。ないです。基本フィニッシュも全然突っ込まないし、やっぱこうこの中にあるって感じ。そうですね、スイングプレーの中にたまたまボールがあって当たる。そう、当たるみたいな。見てるボール、見てます。見てる、ね、一応見てるけど、でもそれは頭動かないようにするためだけのことであって、あ基本はずっともうスイングプレーはできてるので。アマチュアってか、まあ私のすごい悩みはこの辺からもう打ちに行きたいわけ。なんだろうね。結構私素振りずっとしてました。素振り、はい、打つとやっぱりボールが気になったりとか、ボールの球筋とかが気になっちゃうから、うん、まあ、私はずっと素振りしてました。素振りだけをしてスイングプレーンを作って打つようになります。素振り、家で、家で、すごいしました。で、この中にあるみたい。はい、よし、この中にあるよ、ボールはない。よし、いつもより力入ってなかったかも。ナイスショットです。いいです、いいアドバイス受けました。これは竹ぼうきだと思う。そう、ほうきだ、ほうきだと思って。まず素振りでここの中にボールがある。あ、まあ、ちょっと下ろすの早かったな。でもやっぱ全然違うね、素振りと。残り80ぐらいヤードって言ってました。まあ、こういうのってさ、グリーンにポンポンってスピンかけたいじゃん。かけたいっていうか、まあ、止めたい、うん、からそういう時ってだからスピンかかりづらい人、まあ、女性特に多いんだけど、そういう人のためにどういう風な彩香ちゃんをこうイメージで打ってる。そうですね、私は結構力がある方なので、うんうん、ボールの先のターフを取るイメージ。そうより前、そう、こっちに打ってくっていう時はボールを先に当ててここのターフを取るイメージですね。あ、かからない人はもうやっぱり手前に入ってたり、手前、ボールより手前のターフが取れてることが多いので、やっぱりバンカー打つ時もボールの先の砂を取るイメージで私打つんですけど。結構じゃこれは他のクラブでも他のショットでも言えることなんですね。そうですね、ウッドとか以外アイアンだったら結構他のクラブでも言えるかな。うん、行っちゃいましょう。ビタッときますよ、ビタッと。ブンブン、めっちゃかかった。ナイスオン。ありがとうございます。めっちゃ取れたね。結構取れた。これもナイス。うん、全然全然ない。この中にボールがある。あー、パロっていう音だけど、うん、おお、そうね、ペラペラペラ。いや、あれでもナイスミス。めっちゃ近い。てか、アイアンあれ来てるね、ビタビタ来てるね、後半。そうですね、後半ビタビタだぜ、あやかちゃん。
入った後半アンダーですね。お、アンダーです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。バイバイ。来年、はい、このテスト受けようと思ってんだよね。はい、そうですね。でも本当は去年やる予定だったんだよね。骨折しちゃって